何にしようかな。なんで？ママナシゴレンだって。あ、オムレツじゃなくて。ナシゴレン食う。いいの。はい。うん？あ、こっちね。よいしょ。デイ3だね、今日は。デイ3の朝です。ケンカナガーデンバンガローの朝食です。いいの。今日は朝からこの後すぐシュノーケリングのツアーに行きますので水着着てます。それもらうの？お湯もらってき。ちゃちゃちゃ入れてから入れてから。思われるね。じゃあお湯だけもらってき。こういうのを持参してきました。今日の天気も快晴ですよ。ちょっと雲多いけど、なんか変な雲できます。朝日みゆみゆ、はい、チーズ。ヤクリスタルベイ、マンタン。でも、こちからマングローブ公園で、村になってるわ。OK。
るかな、ミュー。入んない。でもそれでいいんだよ、ちっちゃい方が取れないから、うん、ちょうどいい。もう履くの早くない？チェックしてんの。どこにいる？いる？ここ。バッタいる？見えない。見えた？こっち行きすぎじゃない？こっち帰ってきて。行き過ぎじゃない？見えてない。見えた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 。
ミュー。本当。ラッキーだね、ミュー。
すごいね、これ海藻？海藻だよね。すごい。なんか待ってない？虫これ、すごい海藻ですね。はい、これからマングローブの森をツアーします。どうだった？シュノーケルは。みーちゃん楽しかったね。超綺麗だったね、うん、最後一番綺麗。今までシュノーケリングした中で一番綺麗だったね。こっからスタートします。はい、はい、そう。ジャングルクルーズ何分ぐらいでかな。15分から30分。サップもできるんだよね。サップ怖いね。なんかボトンって行きそう。立って乗るやつ。ボートレープじゃないといいと思う。人を取らないんだ。すごい。なんか空気が違う。空気が違くない？
こっち向いて。はい、チーズ。ちょっと待ってね。はい、チーズ。もう一回、もう一回、もう一回。いいね。はい、チーズ。うん。あ、待って、座るから。大丈夫よ。綺麗にしてくれるらしい。このマングローブ。木が生えてる、ね。うん、不思議だよね。なんかいるって。え？どこ？なんかいる。クラック、クラック。あ、クラック。ケロック。変える？違う。ケロック、ケロック。ケロック、ケロック。なんで反対側行くんだ？もう U ターンするの。ちっちゃいのがいっぱい。ケロッケロ光ってない？なんかクラップ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 カニだって。カニ？クラブ。クラップクラップクラップ。あ、本当、カニだ、ね、光ってるカニだ。なんか光ってる。なんであんな光ってんだろう。宇宙人みたい。汚いとこにいるから。光ってたよ。だってメタリックだったよ。家が行った。白いやつ。好きやから。クラクラ。マング。ほらほら、リパンタイ。すごい。あ、海の水だから綺麗だったんだ。ね、きっと違うとこなんだね。うん、違うルートだね。見て見て。海行くよ。めっちゃ海行くよ。もう一回シュノーケルじゃない。うん、このメガネつけないで。泳いで帰ってくる海よ。さっき綺麗だったとこ、ここだよ。ね、あっちから見てたじゃない。寒い。寒いぐらいです。曲も多いからね、ちょっとね。あっさ。綺麗。あっさ。綺麗。あさこってなんか聞いたことあるかも。なんで？ほんと森見たく見える。すごい綺麗だった。
すごい不思議じゃない。あっち行きのところは川だったっていうね。川ってこと、ね、川っていうか、でも淡水と海水が混じり合うところに、そうなの、そういうふうに書いてあったよ。それは日本のかな。このアップね、で潜ったの初めてだもんね。平凡が何回も来てるけど、やっぱ一番綺麗。あ、そこで終わりなんだね。こんなところで終わり？うん。どう？うん？どう？うん、そこでもあれじゃない？繋がってんだと思う。さっきの。すごい海藻がいっぱい。やっば、なんじゃもんじゃ。なんじゃもんじゃになってんね。カヌル。なんだっけ。あ、そう。キムクジャラ。キムクジャラいっぱいいるよ。うちのキムクジャラ元気かしら。ティナ。ティナちゃん。ティナのあだ名キムクジャラ。お腹空いたね。だいたい10分から15分ぐらいかな。違う、15分から30分って言ってた。30分もいないと思う。パパが言ったんですよ。言ったら行かない。もっとできるわ。楽しかった。まだだよ。ピザリアっていうのこれ。ピザマルガリータ。マルガリータ。そう、本当はね、やってないんだよね。やってない時間帯なんだけど、なんか特別だよっつって私たちだけ入れてくれました。じゃあピザ、姉ちゃんはねピザしか食べれないから。ピザを頼みます。全部食べれんの？全部食べれない。美味しいね。よかったね。みーちゃんはバリ料理が食べれないんですよ。インドネシア料理もほとんど食べないし、ホテルに行ってもホテルのご飯も食べないし、本当困るの、旅行行くとき。今は顔を真似する。だからもう今回ちょっとチャレンジしようね、なんかね、インドネシア料理ね。じゃあピザいただきます。チャンネル登録よろしく。